僕はスコップのスコップ。おもちゃだけど山の岸だってザクザク取れるよ。偉いんだぞ。私はペットボトルのペトコ。移動販売機には私の仲間たちがたくさん。きっとカン君やビンさんより軽くて便利だからかしら。偉いでしょ。オイラはレジ袋のレジブー。とっても食いしん坊で何でもお腹に詰めることができるんだ。最近では僕を使うためにはお金を払うんだって。偉いんだブスコップのスコップ、ペットボトルのペトコ、レジ袋のレジブル。3人は太郎くんのお家に住む便利な仲間たちです。これからどんな冒険が始まるのでしょうか。スコップは今日も太郎くんと俺まで竹の奥に。よし、もっとたくさん掘るぞ。そこへ突然、激しい雨がやってきてきて、太郎くんは慌ててお家に帰ります。あ、太郎くん、僕を置いていかないで。わーん。太郎くんはスコップを忘れてしまったことに気がついていません。雨がたくさん降ったので、スコップがいた場所は雨水だらけ。すると雨水にどんどん流され山の下に、そして小川にたっぷんぽん。太郎くんのお姉ちゃんはオレンジジュースが大好き。この日もお姉ちゃんはお友達と遊んだ帰り道、自動販売機でオレンジジュースのペトコを買いました。お姉ちゃん、飲み終わったらゴミ箱に入れてね。そうすると工場に運んでもらって新しくなれるのよ。ところが今日はゴミ箱がペトコの中までいっぱいで入る隙間がありません。私の入るところはどこ？仕方がなく、お姉ちゃんはペトコをゴミ箱の外に置きました。ゴミ箱に入れなかった空っぽのペトコは、いやー、やめてー。猫にペロペロ、カラスにツンツン、コロ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 転がって、近くのドブにチャップンポン。レジブーは今日も太郎くんのママさんとお買い物。ママさんは買ったおかずをレジ袋たちに詰めていきます。今日は何を入れてくれるのかな。オイラの番はまだかな。お腹空いたでブー。でもこの日はレジブーのお腹に入れる前におかずはなくなっちゃいました。ママさんは空っぽのレジブーをカバンの上に丸めて入れたのです。買い物の帰り道、いきなり強い風がビューッと吹いてきました。軽いレジブー飛ばされて、どんどん遠くの方にビュー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 。わあ、ママさんと離れ離れだ、助けて。そして大きな川にチャップンポン。山から転がって小川に落ちたスコップのスコップ。ニャンクに舐められカラスにツンツンされて、コロコロドブに落ちたペトコ。強い風に吹かれて飛ばされたレジ袋のレジブ。3人は大きな川で出会いました。ここから3人は仲良く旅をすることにしました。頑張るブ。来る日も来る日も3人は川に流されていきます。スコプーはハロー君と遊んだことを思い出して、もう会えないと思うと悲しくて元気が出ません。ペトコは新しいジュースになれないと思うと悲しくて仕方がありません。食いしん坊のレジブーだけは一人元気に川の水をもぐもぐもぐ食べています。するとある日レジブーは、あれ、だんだんしょっぱくなってきたブー。これも美味しいブー。もぐもぐもぐ。そうです、ずっと川を流されてきた3人はついに大きな大きな海に流れ出たのでした。海はとても広く、たくさんの魚さんが泳いでいます。すると遠くの方から大きなカメさんが近づいてきます。カメだ、ウミガメさんだよ。わーい、ウミガメさん。僕はクラゲが大好き。ふかふか浮かんで、まん丸の君はとっても美味しそう。いただきます。あー、うわー。ウミガメさんはクラゲが大好物です。海の水をもぐもぐ食べて、
丸く膨らんでゆらゆら揺れているレジブがフラビに見えて垂れちゃったのです。それから何日も過ぎ、スコプーとペトコも離れ離れに流され、一人ぼっちになったペトコは風にどんどん流されて知らない島に着きました。おー、くたくた。やっと陸に上がれた。あ、私の仲間がたくさん。よかった。おい、こんにちは。チンポーレロドロガ。大きな声は返ってきましたが、何と言っているのかペトコには分かりません。ペトコです。こんにちは。ネダガタタタトラグレグリ。あれ、全然言葉が分からない。お姉ちゃんのところに帰りたいよ。ペトコは言葉の通じない遠い国の島で泣き叫びました。この頃、一人ぼっちになったスコプーがまだ海に浮かんでいます。暑い。もう毎日日に焼けて体がボロボロだよ。もう太郎くんに会いたくても竹のぼこりに行けないよ。スコプーの体はだんだんと小さく粉々になり、魚たちが食べていきます。ダメだよ、僕の体は食べても美味しくないし、お腹が痛くなっちゃうよ。そしてスコプーは全部お魚に食べられてしまいました。キュンキュン、朝だキュンキュン。わー、僕、怖い夢見ちゃったよ。僕がスコプー忘れちゃって、海でボロボロになって、お魚に食べられちゃったんだ。私も、ゴミ箱へ入れれば、またジュースが入って新しくなるのに。ママも風にレジ袋を飛ばしてしまったわ。みんな夢を見ていたのでした。スコプーは今日も太郎くんと一緒に出かけ、たくさん遊んで一緒にお家に帰ろうね。忘れないからね。ペトコはマイボトルという小さな水筒に変身して、今日も太郎くんのお姉ちゃんと散歩。お家に帰ったらまたママに美味しいジュースを詰めてもらおうね。レジブーは布のマイバッグに変身してママとお買い物。前より上手で使いやすいわ。スコプーとペトコとレジブーの3人はずっとずっと幸せに暮らしました。はい、ありがとうございました。みんなありがとう。すごい上手だった。